お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、ちょっとピリ辛な豆腐ステーキでございます。これ見てください。これね、あの見た目はね、あのなんかのあんかけみたいに見えますけどね、これ切ってみます。切ってみますとね、ご覧の通りのね、豆腐が入っております。ごめんなさい、ちょっとね、見た目にね、ちょっとね、悪いんですけどね、これね、ただの豆腐ではございません。あ、ちゃんとね、木綿豆腐にね、片栗粉をつけてね、でね、あの片栗粉にね、溶き卵を入れてね、混ぜてね、さらにそれにつけてね、焼きました。なんでそういうことをするかというとね、片栗粉で先につけることによってね、結構乗りやすいという性質がございます。それをね、応用したんですよね。あの片栗、あのね、唐揚げもね、ぜひやってみてください。あの片栗粉を先にねつけるとね、あのサクッとしたね、仕上がりがなります。でこちらのネギスープですね、右側の方は、この豚のね、しゃぶしゃぶ用のお肉をね入れてみました。でお酒はね、ウイスキーのサイダー割りでございまして、ちょっと告知でございますけどね、急遽ですね、時間が空いたのでレトルトカレーの試食動画をね上げております。函館のね海の幸カレーでございます。前回はね、あのポークカレーでございましたが、今回は海の幸のカレーをね上げておりますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。もうすぐね、1月が終わって2月にございます。2月はね、節分がありますね。節分は私は今のところは何もしません。ね、あの豆だったらね、食べてね、酒飲んで寝てるだけの生活でございます。子供の頃の夢はどこ行ったんだろうなって思いますけどね。まあ子供いたらね、まあ考えが変わったかもしれませんけどね。まあそんな話はともかくね、2月もね、僕の趣味チャンネルをよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。